禁煙タクシーの例禁煙タクシーは、車内での乗客及び運転手の喫煙が禁止されているタクシーである。1987年までは、すべてのタクシー内での運転手や乗客の喫煙が禁止されていなかったため、非喫煙者の運転手と乗客も、受動喫煙やタバコの残収による被害を余儀なくされていた。1988年禁煙タクシー第1号の個人タクシーが、 東京で誕生した。当時は、医師の診断書の提出や、屋根上に1メートルほどある大きな禁煙車表示灯も義務付けられていた。現在の表示灯は小さいものに変更。また、その地域の90%以上のタクシーが禁煙車の場合は表示灯を省略でき、ステッカーのみで禁煙タクシーにできる。以前は申請して許可さ、禁煙タクシーの車内で喫煙したものに対して乗車拒否もできる。 この言葉はマスメディアにおいてしばしば使われるが実際は100%という意味ではない。全面禁煙とはその地域の協会に加盟している法人タクシーが全面禁煙という意味であり、協会に加盟していない少数の会社は任意で喫煙できるタクシーもある。全面禁煙の実施状況を都道府県レベルで見ると大分県で2007年6月に導入されたのを皮切りに 2011年7月1日に北海道の全地区が全面禁煙となったため、全都道府県で実施済み、神奈川県は2007年7月11日にタクシーの全車禁煙実施に加え、2010年4月1日より神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例施行で全国初の罰則を伴う完全禁煙となった。 健康増進法25条では、多数の人が利用する施設では、受動喫煙防止に努力しなければならないと定めており、厚生労働省健康局長通知検発令22号、第2号では、その施設にタクシーも含まれが強制ではない。禁煙タクシーとした場合は、禁煙タクシーの導入に伴う留意事項について、運輸省自動車交通局旅客課長通達時旅、 第95号平成12年7月4日付けないし、国土交通省自動車交通局旅客課長通達、平成19年9月25日改正版に、禁煙車両は、車内で、タバコの匂いを感じないよう適切な車両管理を行うこと。運転者は、車内喫煙しないこと。とされている。しかし、禁煙タクシーにするか否かについては、2010年。 現在の法令ではすべてのタクシーについて旅客を含めた全面禁煙を求めるとはできないこととなっており法令で禁止されているのは旅客が乗車中の車内で乗務員が喫煙することに限られている旅客を含めた全面禁煙については現在のところはあくまでも業界事業者が利用者のご理解のもとで実施しているものであり行政側が 法令に基づき強制できる事柄ではない。神奈川県受動喫煙防止条例では、特に受動喫煙による健康への悪影響を排除する必要がある施設の一つとして、タクシーが指定されており、神奈川県内を発着するタクシーは、同条例により全車禁煙を強制される。神奈川県内を営業区域とするタクシー事業者に限定されない。 喫煙禁止場所であるタクシー車内で喫煙したものは2万円以下の過量に処される。タクシー会社で作る県常用自動車協会と県個人タクシー協会、または同協会及び県内各地の協会、タクシー地域協議会では地域の実情に合わせて個別に検討を行い、禁煙タクシーとするか否かを判断し、自主的に適用している。行政上の指導する 立場の厚生労働省配下の件、健康増進課及び国土交通省配下の地域運輸局は要望や協力を依頼をしている。自主規制であるので法令上の罰則はない。国土交通省は地域のタクシー協会が自主的に処罰を制定することに制限は設けていないとしている。車内で運転手が喫煙していたという苦情はある。 タクシーパークでの待機中の乗務員の車内喫煙、乗務中の乗務員の路上喫煙、乗客を降ろし自身の営業地区への改装中の運転中喫煙行為などの目撃情報は多い。車内で運転手が喫煙していたという苦情は地域運輸局やタクシー協会への苦情をよって対応される。またはタクシー会社への苦情は法令旅客自動車運送事業運輸規則第3条に 元付き氏名及び住所を明らかにし、苦情を申し出た者に対して、主体なく弁明しなければならない。乗務員の特定できる情報によって、弁明、改善措置と記録と記録の保存が義務付けられている。駅前のタクシー乗り場やタクシーパークでの乗務員らの禁煙車横での路上喫煙は違い方権のように行われている。駅前のタクシー乗り場やタクシーパークは、 公共交通機関として自治体が整備しており、路上喫煙禁止条例のある自治体では禁煙地区に制定されて地域にあることも多く、このような場所では乗務員のタクシーパーク内の路上喫煙は自治体によって禁止されている。条例がなくても禁煙車両は車内でタバコの匂いを感じないよう適切な車両管理を行うことに該当するので禁煙車横での乗務員らの 路上喫煙は苦情の対象である。営業上の乗務中の行為であるので、みっともない行為として苦情の対象となる。喫煙率は年々下がり続けているが、タクシー運転手の喫煙率は成人男性の平均喫煙率より高いとされる。また従来は、車内がタバコの匂いがするという苦情も多かった。一方、全車禁煙を実施した地域の苦情には、 車内で運転手が喫煙していたといったものから、逆に喫煙者への配慮も必要といった意見などになっている。なお、旅客自動車運送事業運輸規則49条第2項に、旅客のいる事業用自動車での乗務員の喫煙を禁止する条文があるため、禁煙表示タクシーでなくとも、タクシー車内に乗客が乗車している時は運転手の喫煙は禁止されている。ありがとうございます。